毎日を無理に、はい、資金ティビの資金です。こんばんは。2023年3月、11日の動画に行くと、なります。はい、撮影はエイプリルフール4月1日の、2時32分から、今カメラ回してます。はい、ということで、まあ、振り返りながら話していきますということで、3月11日はですね、本当に、もう5年ぐらいかな。3、4年以上かなの付き合いになる友達、フリーランスのエンジニアの、エンジニアだけでなんかいろいろやってるんですけども、友達と、いろいろ仕事の相談とか、人生相談とかね、乗ってもらったりして、飲んだりとかして、すごく楽しい一日でした。はい。いろいろありますけども、一個ずつ話していくと、一個はですね、その友達とまず、待ち合わせというかね、友達がもうすでに作業、パソコンカタカタしていた、ところに合流したんですけども、その場所が、新宿の、ちょっとね、駅から歩くところにあってですね、御苑の方が近いのかな、カフェですね。ザ・スモーキストカフェってね、もうスモーカー、スモーキスト、煙、ですね。喫煙者向けの、カフェみたいな感じの意味合いですね。のカフェですね。に、待ち合わせしていきました。はい。そこはもう本当に、分煙は多分されてないですね。されてなくて、もう、喫煙者の方でも安心して、タバコが吸える空間ということで。で、入ってみて思ったんですけど、本当にね、ベローチェでした。はい。ベローチェっていうのはね、僕が、好きな、カフェチェーンの中の一つで、格安ですね。最安値ぐらいの値段で、一杯コーヒーを提供している、Wi-Fi もあって、電源もあってみたいな、作業するにはもってこいのカフェなんですけども、すごく安くて、はい。それと同じ会社がね、経営している、運営しているのがザ・スモーキストカフェということで、本当にね、内観、本当にベローチェ、ザ・スモーキストカフェ、本当にそっくりで、ほぼベローチェって感じでした。はい。で、それが1個で、2個目としては、2件目にね、ちょっと作業してから、脱散してから、早かったんですけども、飲もうぜっていうことになって、新宿3丁目の肉寿司、に行ってきました。はい。そこではなんかね、肉寿司さんのオリジナルの、なんだろうな、おみくじっていうのかな、がついてきて、一人箸に1個。はい。それつなげると、恋とかね、仕事とかの運とかね、よく神社とか、行くと、100円で引けるおみくじあると思うんですけども、あれみたいな感じで、それのちょっとオリジナルバージョンということで、居酒屋さんのオリジナルでやってね、すごく、まずそこ面白かったのと、まあ、肉寿司もね、まあまあ、美味しかったのと、そこでいろいろ話をしたりとかしました。はい。で、その次に3軒目として、行ったのが、貴族、コーヒー貴族、エジンパラというね、僕、初めて行ったんですけども、めちゃくちゃ、感動しました。いろいろ感動しました。はい。24時間営業、新宿で唯一ですね、多分、24時間営業しているカフェ、Wi-Fi 完備、充電器完備ということで、席数もすごく多くて、奥行きもあって、すごくね、広々としたカフェで、本当に、僕たちは9時ぐらいかな、いや、もっと、あれかな、8時前ぐらいに多分入ったんですけども、そのちょうどね、カフェ、チェーンとかが閉まる時間、8時とかかな、9時とか遅くても、頃からに、どんどんね、コーヒー貴族、エジンバラの、お客さんが増えてきてですね、もうどこもね、周りね、カフェチェーンでやってないですから、その時間、やってないので、24時間やっているコーヒー貴族、エジンバラにね、みんなね、こぞって集結ということで、足を運んでいたという、結構ね、席数も多いので、回転も結構ね、割と、僕たちみたいなね、ずっとね、パソコン作業して、あだこだ言って、喋って、作業してみたいな感じの人ばかりではないので、もちろん、なので結構回転率もまあまあ良くて、席数も多いので、カップルでも来てる方いたし、カウンター席でね、いい感じで、はい。で、僕たちみたいに作業してる方もいたし、まあ、あとはなんか、そうですね、本当にいろんな、ホストっぽい人たちもいたし、もう本当にカオスな空間で友達もいてたんですけども、すごく面白いなと思いました。はい。で、まあ、そこいいと思ったのは、3時間制で、3時間制というか3時間経ったら、もうワンオーダーしてくださいみたいな、そういう制度があってですね、最初に伝えられるんですけども、それだと確かに、なんか、3時間で、以上ね、ずっとね、一番安いコーヒーで居続けられるっていうね、そういう可能性はね、限りなく低くなるかなと思います。
なんかそのワンモアで頼まなきゃいけないんだったら、高いのドリンク頼まなきゃいけないんだったらもう出ようぜみたいになると思うんで、僕たちもそうだったんで、そこね、一杯なんと、普通のドトールとかベローチュとかは200、まあ、言っても50円とかね、安いところで30円とか、モリバコーヒーとかなんですけども、なんとコーヒー貴族エシンバラの、コーヒー一杯、一番安いので1100円とかですね。はい。なので、普通に家系ラーメンもそのお金食べれますし、なんだろうな、ちょっとね、安い、ランチなんかも食べれるんじゃないかなと思ってます。そんぐらいね、一杯のコーヒーの値段が1100円と高いので、ちょっとね、さすがに3時間経って、経ったんですけども、ワンモアコーヒーで、もう数時間いるっていうことになりませんでした。さすがにちょっとね、コーヒー2杯に2200円は払えませんです。はい。そんな感じで、いろいろね、まあ、その友達とワクワクする。まあ、一緒に、お互いに技術ブログっていうか、まあ、僕はちょっと、1カテゴリーとして技術ブログをやっていて、その友達はもう主に技術ブログをね、ちょっとね、ちょこちょこやってるみたいな感じなんですけども、その2つを融合させて、新しくね、技術ブログを作って、ガンガンなんかリライトとかして伸ばしていこうっていう、そういうね、まあ、仮でね、そういうのもあったら面白いねとかね、話したりとかね、あとはなんかその友達が新宿に、住んでるので、いろいろね、探索して、グルメをね、回ってるんですね。なので、その、なんだろうな、新宿のカフェ、穴場のカフェ情報とか、和食のお店の情報とかを発信する、メディアブログとかを立ち上げたりとかね、そういうのも面白そうだね、みたいな話をしたりとか、まあ、あとは、まあ、それ本当に、それ、さっき言ったのは本当に検討中ということで、今の時点では全然動いてないです。はい。なんですけども、そういうなんか一緒にね、なんか仕事、会社以外でね、そうやって友達となんか、ワクワクするような試みを考えられたりとかね、実際に動かせるだけのスキルと、まあ、なんか考えはあるので、すごくワクワクしたなと思います。そういうの本当に大事だなと会社以外で思いました。はい。で、あとはそうですね、まあ、僕が会社になってから抱えているいろんな問題とか悩みとかを、その友達、一番ね、本当にその友達は、僕の悩みというか、僕という人間をよく知っているし、なんだろうな、分析、人間の性格とか、話し方とか、いろんなところ要素を見て、この人はこういう、人なんじゃないかな、まあ、そういうなんかいろんな、分析が本当に得意でですね、まあ、好きで、考えるのが好きで、的確なアドバイスとかね、フィードバックとか本当にいつもしてくれる、そんな本当にね、かっこよくて、正直一番、まあ、信頼している友達かなと思ってます。はい。まあ、その友達からいろいろ、まあ、今のまでの僕の、働きとか、今の会社の状況とかをね、鑑みていろいろアドバイスをしてもらってですね、まあ、結論というかから言うと、まあ、そもそも、なんか自分の僕の、資金 TV としての価値を発揮できないようなフィールドにいるんじゃないかなっていうのと、あとは、なんか今はね、今はってその、まあ今、3月11日の話をしているので、3月11日時点で、とにかくね、上司と会わないとか、そういう、とにかく耐えている、状態だけど、いつかそれは限界が来て、こう、溢れるということで、だよということで、で、あとは、なんか、今、3月11日時点でやっていた仕事に関しては、まあ、本当になんか鍛えれば、まあ、ある程度はいけるかもしれないけど、やっぱりそもそもの頭の作りが違う人たちが、いて、その仕事は向いてないんじゃないかなみたいな、いくら頑張ってもその頭の作りにはならないということで、メンタルもね、限界が来て、いつかやばいんじゃないかなっていう、そういう話も、してくれてですね、本当に、いや、もう信頼できて、大切な友達だなと思いました。はい。そうですね、そんな感じで、ちょっと、本業以外のところで仲のいい友達とそうやって話して、なんか、新しいプロジェクトの試みを考えたりとかね、そういう時間が本当に大切だなと思っていた3月11日でした。はい。でも本当に、コーヒー貴族、シンバラ、新宿3丁目で調べてみてくださいね。本当に、関東に住んでいる方で、新宿近辺でね、24時間やっている、まあ、カフェとかね、なんかないかな、みたいな広々としたね、行ったらすぐ座れるような、ないかなって探している方は、コーヒー貴族、エジンバラ、ぜひ行ってみてください。はい。24時間やってるんで、はい。マクドナルドとか最近24時間やってないので、本当にコーヒー貴族エジンバラ、ぜひ一回ね、新宿、行ってみてください。バイバイ。